して女子シングルのチャンピオンを決める最終グループがこれから演技を始めようという幕張メッセイベントホール満員のお客さんです。場内にコールされましたカナダのジョゼ・シュイナール、テクニカルプログラム3位です。今後ろにシトイコがいましたか。はい。さあメダルをかけてシュイナール、彼女も5種類のジャンプをしますよ。はい。なんといっても持ち味はジャンプ。トリプルフリップ転倒。やはり相当伊藤さんプレッシャーがあるんでしょうか。ねえ、今朝の練習からもパワーフルに来てたんですけれどね、流れを変えてほしいですね。はい。トリプルルッツ、これも転倒。これは思ってもみないシュイナールのスタートです。ねえ、彼女は本当に実力がありながらもなかなか試合で出せませんね。出せないんですよね。今シーズンは本当にコーチも変わっていろんな環境面で変わったんですけれど、トリプルトーループ、これは決めました。ジャンプのキレはピカイチなんですけどね。本当ですね。前半のあの2つのトリプルジャンプの失敗、昨年もいい位置につけながらこのフリーで失敗して第9位という成績に終わりました。最初のトリプルフリップはオリンピックでも転倒したんですね。そうなんですね。トリプルループ本当にジャンプ飛ぶと綺麗ですね。本当ですね。一度トリプルルッツジャンプが入ってるはずですから、はい、きっと力を蓄えてるんではないでしょうか。これはトリプルサルコもう気分は入れ替わったでしょうね。うん。なんとかこの人の思い切った持ち味を出してもらいたい。ダブルアクセル、もうとにかく空中での、ね、回転が非常に他の人に比べて速いんですよね。はい。女子シングルのフリーはおよそ4分の演技時間です。残すところ1分。会場から手拍子をもらって最後の盛り上げです。ここでルッツが入ります。あ、ダブルになりましたね。ダブルになってしまいましたね。バレージャンプからトリプルと、これもお尻持ちです。最後はスピンで締めましたが、メダルの可能性のあるシュイナール、全く残念な演技になりました。18番目の選手の滑走が終わりました。この放送は生中継でお送りしています。
宇徳恵子、愛さずにはいられない。これは便利だよ。ルック、お風呂の洗剤は塩素も酸も使っていません。安心ですね。その上、ワンタッチのシャワー式だからぐんと使いやすくなりました。湯垢汚れがイオンのパワーでほら楽に落ちるんですよ。安心方式のルックお風呂の洗剤です。そして安心方式といえば、塩素を使っていないルックトイレの洗剤。ツンときたり目に染みたりせず安心です。おーい、大丈夫か。これからの100年も大丈夫にしたい。ソシオテックの三菱電機。100年も大丈夫にしたい。ソシオテックの三菱電機。ジョゼ・シュイナール、この表情をご覧ください。そしてテクニカルメリットです。小川さん、この得点はもうしょうがないですかね。いやーねー、もう本当残念ですよね。はい、予選のあのフリーでは 5.8、5.7 が出たんですがね。もう予選見る限りではね、もうメダル間違いないと思ってたんですよね。はい、アーティスティックインプレッション、最高得点は 5.7 が2人。今のところこのジョゼ・スイナールトップに立ってはいますが、残る選手が5人おります。この人がおそらく、小川さん、はい、スイナールの強敵になると思われるんですがね。そうですね、はい、タニア・シェフチェンコ、ドイツ、15歳。この人もたくさんのジャンプ飛びますよ。はい、ラマンチャの男で滑り始めます。予選のフリー、アーティスティックでも 5.7 が2人出るという演技を見せましたシェフチェンコ。まずはトリプルループ。はい、この後のジャンプが問題です。うん、トリプルルッツ決まりましたね。シーナールの出だしは違って、このシェフチェンコ2つのトリプルを決めました。序盤快調に飛び出しています。これでトリプルは3つ目。予選の時より非常にいいですね。あ、そうですか。予選の時もテクニカルでも 5.5、 アーティスティックでも 5.7 が2人出るという演技を見せました。オリンピック6位、去年の世界選手権7位。3回転、2回転、トリプルループからダブルトーループでした。彼女は練習よりも本番の方が元気がいいですね。普通はどうしても本番の慎重になりすぎて元気がなくなることが多いですけど、彼女は本番の方が元気いいですよ。はい、出だし好調でしたから、表情も非常にこう穏やかに滑ってますね。はい、今現在彼女は TP で4位ですからね。これは本当にメダルに近くなりましたね。トリプルサルコも決まりました。これで4種類目、はい、
このトリプルも決めます。そしてダブルトーループ。ダブルアクセル、いやもうパーフェクトですね今日は。いやこの表情を見てください、みどりさん。はい、気持ちが伝わってきますね。そうですね、3年前のジュニアの頃も一度見たんですが、まだまだジュニアしてまして、はい、もうここも本当に、大人っぽく演技になりましたし、5周の3回転ジャンプも決めてきてますし、はい、上手になりましたね。もう演技が終わった後涙を流しています。それだけもう精魂込めた素晴らしい演技をこの銀盤で繰り広げました、16歳のタニア・シェフチェンコ。これが2つ目のトリプルだったトリプルルッツですね。はい、いやこれも粘っておりましたね。いや見事です。これはトリプルループからダブルトーループのコンビネーションでした。はい、予選でもまあ、最高得点が 5.5、5.7 という得点だったんですが、小川さん、この分でいきますと予選の時の得点よりもかなり高い評価が出るかも分かりませんね。もちろん高い点出ると思いますよ。はい、テクニカルプログラム終わって4位。この選手練習でね転倒しましてね、はい、顎のところに板足を貼ってあるんですけども、全くそのような、ね、ハンデは感じさせませんでしたね。そうですね。さあ得点をご覧いただきましょうか。テクニカルメリットが出ました。あ、テクニカルでも 5.7 が2人、中国とベルギーのジャッジが2人、 5.7 をつけています。最低でも 5.5 ですから相当高い技術的な評価を得ました。そしてアーティスティックです。最高 5.8 が1人、これはすごい評価になりました。これまで滑った中でフリー全員が一番の席次を与えまして、このシェフチェンコがトップに立ちました。カナダのシーナールは2位です。フランスのルレーが第3位、そしてアメリカのクアンが第4位です。とうとうシェフチェンコが逆転。そしてもう一人ドイツの代表です、ベテランマリナ・キールマン。曲はオペラ座の怪人。コスチュームからして非常に怪しい雰囲気を漂わせてスタートしましたマリナ・キールマンです。26歳。小川さんどうですか。いやいいですね、トリプルトーループからトリプルトーループのコンビネーションでした。はい、予選の時のね好調持続してますね。そうですね、これも3回転トリプルループ。シットスピンもちょっと変わったスピンでしたね。はい、女子シングルの選手の中では一番大きな選手ですからね。172センチ、ね、フルに手と足を活用してますが、はい、その分ジャンプ飛ぶのはとても難しいんですよね。うん、これも降りた、トリプルルッツ。ダブルアクセルからダブルトーループ。
前半の2分終わってここまで全くミスがありません。3ターン3ターンからタイミング取るのが難しいんですよ、はい、小川さん、ベテランの兄といいますか、非常にこうこの人も柔らかな線が出るようになりましたね。そうですね、いや特にこの人はですね、国内選手権で3位ということで、もうオリンピックに、ね、出場できなかったんですよ。そうなんですよね。もうその悔しさがね、もろ演技に出てますね、これは惜しい転倒です。もう一回コンビネーションジャンプ、今のは先ほど失敗したジャンプでしたよ、すぐ飛びましたね、また、はい、独特のレイバックスピン、これはどうしたことか。後半、いやもうもったいないですね。もったいなかったですね。いや前半あれだけミスのないジャンプをしただけに本当に終盤惜しまれます。ちょっと盛り上がりがなかったですね。あ、終わっちゃったそうですね、感じでしたね、はい。まあ、この人の特徴といいますと、小川さん、ループのね、そうですね、見せ場があったんですけれど、はい、このフリーには入ってきませんでしたね、はい、もうダブルジャンプをやってる暇がないという感じでしたね6回目の世界選手権ですが、これまでまだメダルはありません。172センチの長身、いやでもね、ドイツの選手が2人連続してね、もうすごい素晴らしい演技しましたからね、はい。しかもカタリナ・ビットがオリンピック代表でこの世界選手権は来なかったんですけれど、これでドイツもですね、シェフチェンコが出てきて最終グループで2人滑るような選手が、まあ、今回いたわけですが、これからもちょっと強敵が続々出てきそうな雰囲気ありますね。いや出てきそうですよね、これまでドイツの若い16歳のシェフチェンコがトップ、期待されたカナダのシュイナールが2位、フランスのカイ・ルレイが3位、13歳のアメリカのクアンが4位というところですが、26歳のベテランマリナ・キールマンの得点が出ます。あ、テクニカルでもかなり高い評価が出ましたね。ハンガリーが 5.7、 フランスが 5.4 という得点を出していますが、アーティスティック、ちょっとマークは下がりましたが、ご覧のように下の小さな数字は各ジャッジが滑った中で何位をつけたかという順位です。ハンガリーは1位をつけています。しかし総合ではシェフチェンコがトップ、そしてこのキールマンが2位という順位になっています。シュイナールは3位、あ、チンロが見てますね。右足のかかとを骨折して出られませんでした。その分だけこのモナリーに大きな金メダルへの期待がかかります。あ、今のはキャンデロロが出てましたね。さあそのフランスの期待、モナリー、金メダルか銀メダルか。緊張での、ね、演技は慣れてるでしょうからね、はい、ノーミスで滑れば、まあ、いきなりダブルアクセル、いやこれは難しいんですよ。スピードは全くないままダブルアクセル飛びましたからね、
伊藤さん、この人のジャンプ力は本当すごいもんですね。そうですね、もうジャンプ力はもう天下一品ですね。はい、もう一つジャンプ来ましたね。これでもかっと今にはトリプルトーループからハーフループ飛んでトリプルサルコーからダブルトーループのコンビネーションです。そうですよね、驚きました。そしてトリプルルッツ、ちょっとランディング危なかったが降りました。彼女もどちらかというと芸術点をいつも低くされるタイプでしたから、こういうところもかなり人の何倍も練習してきてるのじゃないですかね、はい、そうでしょうね。もうとにかくジャンプに関してはね、世界一ですからね。はい、あー右手をついた、右手をつきました。トリプルループあたりも数年前とはもう格段の違いを見せています。バレージャンプが入ってもう一回スパイラル、ダブルアクセル、まあ、練習ではトリプルアクセル練習してましたからね。あ、このあたりも細かい動きでアクセントをつけます。スリアボナリ、もうとにかく彼女はですね、後半でもたくさんのジャンプ入ってますからね、はい、そこは普通の選手と違うんですよね。トリプルフリップ、うわ、後半にトリプルからトリプルのコンビネーションでしたよ。はい、ジャンプはスピードとタイミングが必要ですからね、それが一致しないと成功できませんからね。もう一回ルッツ、トリプルを飛んだ、ダブルトーループ、10秒足らず。演技時間4分11秒。ほとんどミスなしに滑りました。今年20歳フランスのスリアボナリー、テクニカル2位、日本の佐藤由香の強力なライバル、金メダル候補ナンバーワンと言ってもいいこのスリアボナリーの演技が終わりました。小川さん、はい、ミステイクというとあのトリプルループの時に右手をつきましたね。手をついただけです。はい、やはりね、彼女もね、オリンピックでメダルを取れなかったんでね、はい、その悔しさがね非常にこの演技に出てましたね。気迫が出てましたね。もうすべてのトリプルがねコンビネーションでしたよ、いきなりこれはスタートほとんどもう止まったままの状態でダブルアクセルを飛びました。いやね、もうこれだけ、ね、演技をできれば、どの色のメダルになっても本人は嬉しいんじゃないですかね。はい、今スローでご覧いただきましたがトリプルトーループからハーフターンを入れてトリプルサルコ、ダブルトーループでしたか。はい、もうジャンプにかけては本当にもうこの人の現在のところ右に出る者はいないという。そうですね、女子シングルの、まあ、ジャンパーと言っては失礼ですけれど
まあ、そんな印象さえあるスルヤボナリ、技術点でも相当高い評価が出ておかしくないんですが、果たしてどういう得点が出ますか。この得点によって伊藤さん、はい、佐藤由香の順位が非常にね微妙になってくるという、きますねきますね、はい、それだけにもうシーンと場内水を打ったような静けさになっています。得点を待ちますが、シェフチェンコがトップ、そしてキールマンが2位、3位にジョゼ・シュイナール。思い切った演技ができませんでした。さあスルヤボナリ、場内に得点が出ています。あ、 5.9 が 1,2,3 人出ました。 5.9 が3人出ました。テクニカルではもう最高の得点が出ています。そしてセカンドマーク、アーティスティックインプレッション、これを一番気にしていたボナリーですが、フランスはさすがに 5.9 を出しましたが、押しなべてセカンドマークがちょっと下がりました。しかしこの時点でもちろんスルヤボナリトップに立ちました。シェフチェンコが2位、キールマンが3位、シュイナール4位。シュイナールメダルの可能性はなくなりました。1位ボナリ、2位シェフチェンコ、3位キールマン。テクニカル6位につけているリアシェンコが出てきました。今回ウクライナからのオクサナ・バユル選手、去年の世界チャンピオンが出てませんからね。そうでしたね。この人にかかる期待は大きいですよね。まあ、相当オリンピック金メダルの疲れもあったということなんですが、オクサナ・バユルが欠場しました世界選手権。トリプルルッツ高いです。いや、もうあのスピードからトリプルルッツ止まれると本当に見事ありますね。ちょっと右手をつきました。選手もですね、もちろん5種類のジャンプを織り交ぜてきますが、はい、なんといってもスケートの一つ一つのステップがこう伸びるんですよね。だからそれほど難しいステップをしなくてもとても綺麗に伸びるスケートをする、しますよ。やはり基本的なスケーティングのうまさがあるわけですね、はい、トリプルサルコー、ダブルトーループ、全く空中でね軸がぶれませんからね。そうですね、非常に線が綺麗ですね。キエフ生まれ、キエフ育ちの17歳、159センチ。